国道15号。国道15号。国道15号は、東京都中央区の日本橋から、神奈川県川崎市を経て、神奈川県横浜市神奈川区の青木通交差点へ、至る、一般国道である。京浜地区においては、第一京浜があるいは、一国などと呼ばれる。なお、本校においては、明治時代の明治1号国道、明治1号国道についても併記する。東京都中央区に所在する、日本国道路原標があることでも知られる日本橋を、起点に、神奈川県横浜市神奈川区栄町の国道1号交点、青木通交差点とを結ぶ延長 29.6km の一般国道の路線で、主な通過地は、東京都中央区銀座、港区新橋、芝、高輪、品川駅前、大田区大森、川崎市川崎区、横浜市鶴見区鶴見中央、同区生麦である。起点、日本橋から永代通り、日本橋交差点までの約 0.2km 区間は、国道1号と徴用するため、永代通り以南より終点までの 29.4km 区間が、地図や標識で案内される時、延長の区間である。新橋を境に、日本橋新橋間の通称が、中央通り、新橋横浜間が第一京浜の別名で呼ばれる。五街道の一つである東海道の日本橋、神奈川間とほぼ同じ位置にある国道であり、明治1号国道の日本橋神奈川間にも相当する。芝5丁目交差点以西の区間は、毎年1月開催の東京箱根間、往復大学駅伝競争、箱根駅伝のコースともなっている。京浜地区の港国道と接続する路線でもあり、港区芝で東京港へ至る国道130号と接続するほか、大田区内で都心を環状に走る東京都道318号、環状7号線、環7通り、東京都道311号環状8号線、八通りや羽田空港へ至る国道131号産業道路と接続し、川崎市では市内を縦貫する国道409号や川崎港に至る国道132号と交差する。また、首都高速道路ともランプで連絡しており、鈴ヶ森入り口で1号羽田線への乗り入れ、東神奈川で入り口で神奈川1号横羽線に相互乗り入れする。1885年、明治18年のにより、国道15号の前身である、明治時代の一広告道が指定される。明治の1号国道は、日本橋から横浜港に至る国道であった。日本橋から神奈川までの区間は現在でも残っている、旧東海道と同じであり、神奈川から先は、万華鏡を渡り、関節鉄道に並行し、初代横浜駅前ら、現在の国道133号を経て、横浜港までの道路と同じである。この1号国道は、通称、京浜国道と呼ばれる。大正時代になると、京浜国道の交通量が増大し、それに伴い交通事故の問題も多くなる。これらの交通問題に対処するため、東京府と神奈川県が、品川の八ツ山橋から、神奈川の青木橋までの改築をするがとなり、八ツ山橋から生麦まで改築が行われた。その後、帝都復興院が生麦から表高島までを改築し、八ツ山橋から表高島に至るまでの距離約 22.5km、総工費約1,293万円、当時金額となる改築が行われた。まず、神奈川県が1918年、大正7年6月に、一広国道改修事務所を設置し、同年7月に六郷橋から生麦までの区間の工事が着手され、東京府が1920年、大正9年6月1日に国道改修事務所設置し、八ツ山橋から六郷橋までの工事が着手される。そして、1925年、大正14年8月3日に六郷橋と六郷橋から生麦までの区間が完成。1927年、昭和2年11月28日に八ツ山橋から六郷橋の区間が完成する。なお、1919年、大正8年と1921年、大正10年に幅員を広くする工事変更を行っている。改築費用は東京府と神奈川県が負担だが、内務省土木局の道路改良費から改築費用の2分の1、六郷橋は3分の1を補助を受けている。その後、1923年、大正12年9月28日に関東大震災の復興事業とされ、帝都復興院が1924年、大正13年に生麦から表、高島までの区間の改築に着手し、1930年、昭和5年10月の京浜国道の改築完成となる。この京浜国道の改築は、改築と同時に鉄道との交差のすべてを立体交差とする計画であり、電柱もすべて廃するとしていた。しかし、京浜電気鉄道本線との鈴ヶ森での交差、京浜電気鉄道大師線との六郷橋南詰での交差は、立体交差にする工事が行われたが、京浜電気鉄道本線との八津山橋での併用軌道、及び京浜電気鉄道穴守線や海岸電気軌道との交差は、平面交差ままとなり、電柱も廃されることがなかった。立体交差の計画において、東京府や神奈川県、内務省、鉄道省の無計画さにより平面交差の箇所が残ることになり、せっかく拒否を投じての改築が意味をなしていない結果となる。また、電柱を廃することについても、逓信省が例外を認めたために、警視庁から例外を要求され、そして、東京電灯や東京市電気局など次々と要求が拡大していく結果になる。先の立体交差の問題に加え、その後のさらなる交通増加や交通事故の増大により、京浜国道改築完成後、わずか数年で新たな道路計画することに至る。まず、東京府と神奈川県により、東京府道下台、崎川和線、神奈川県道都、田下大崎線、及び、東京府道大森大師河原野線、神奈川県道田島羽田線などを整備して、対策するが、内務省は、抜本的に解決するための新しいバイパスとして、新京浜国道を建設することになった。右の表示を押す、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。